い、どうも皆さん、こんばんは。Nボーイと申します。はい、最近ね、自分でスイーツよく作ってるんですけど、スイーツ食べすぎてね、顔に、吹き出物がね、たくさんできているNボーイでございます。はい、そんなね、僕の話はどうでもいいんですけど、今日のお話はですね、後藤が竹下に圧巻の勝利、試合後にはケイオスに勧誘というね、こちらについての話をね、していきたいと思います。いやー、すごい試合でしたね、これほんと。はい。一体ね、何があったのかということなんですけど、まあ、つい先ほどね、終わりました。G1 クライマックス 8.4 名古屋大会。はい、これ大会になってますけどね、大会でございます。すいませんね、はい。後藤選手 VS、竹下幸之助選手の試合があったんですけど、まあ、これね、竹下選手有利なんじゃないかなっていうふうに思われていた中、なんとね、最年長、G1 出場者の中では最年長の後藤弘樹選手が、見事ね、竹下選手に圧巻の勝利というのがね、今回もあったわけではあるんですよ。はい、これ本当にね、めちゃめちゃいい試合でしたね。てか、この試合で一番良かったですし、もう普通にメイン食ってました、これが。はい、会場の盛り上がりも含めて、これがメインでも良かったぐらいなんですけど、まあね、やっぱこの高い身体能力を誇るね、竹下選手がやっぱ有利だとは思えていたんですけど、後藤選手というのもね、このベテランの意地で、立ちはだかると、はい、強烈なね、エルボー2連発からブルーサンダー。いや、ブルーサンダーもめちゃめちゃいい技ですよね。マットにね、叩きつけられても、カウント3は許さずに、なだれ式回転で応戦すると。このなだれ式回転ね、後藤選手の、まあ、オリジナル技で、普段そんなに出さないんですけど、今回はまあ珍しくね、解禁ということですね。しかもこれがめちゃめちゃいい感じで決まってたんで、非常に説得力がありますよね、なだれ式回転は。豪快なね、投げ捨てジャーマンを浴びた後藤は、突進してきた竹下を、ラリアートで迎撃すると。これは投げ捨てジャーマンって言ってますけど、その前に人手なしパイルドライバーもね、食らってますからね、後藤選手。人手なしパイルドライバーからの、投げ捨てジャーマン食らったんだけど、それでもラリアートで迎撃するっていうものすごい、タフネスぶりをね、見せてるわけではあるんですよ。そしてまあ GTR をね、発射すると。まあ、GTR はね、ギリギリ返されて、垂直落下式ブレンバスターで、もう切り返されて、もう無理かなってなって、竹下選手をね、必殺技、レイジングファイヤーを、なんとかこう切り返すと、なんとね、焦点回ですよね、を炸裂させると。この焦点回もね、昔ね、後藤選手、この焦点回がフィニッシュムーブで、最近そんなにね、なんかちょっと腰が言わしてるってことで、そんなに解禁というか技使ってなかったんですけど、まあ、ここで出すと。竹下選手もね、意地を見せなおも、レイジングファイヤーですよね。自身の、フィニッシュムーブのレイジングファイヤー狙うんですけど、後藤選手は膝を立てて阻止すると。エルボーにね、カウンターのヘッドバット。このヘッドバットが非常にね、試合の中で決めましたね、これが。そしてついにね、GTR を決めて、3カウントを奪ってみせると。はい。快進撃をね、続ける若き外敵をね、出場最年長選手後藤選手が撃破する、劇的な展開にね、会場は特大の大後藤コールであると。はい、これ正直ね、愛知の会場って、そんなに盛り上がんないんですよね。昔からそうなんですけど、結構愛知のね、お客様って静かに見るお客様が、多いんですけど、そんな愛知のお客様が今回も大後藤コールでめちゃめちゃ爆発してました。これは完全にその試合内容で、二人がね、見せたことによって、現地のお客様がもう大興奮であると。もう正直ね、完全にこれメイン食ってました。はい。もうメインね、食べちゃいました、これ、本当に。もういただきます、しちゃいましたね、これが。はい。そしてね、もちろんこれファンからもね、もう絶賛の声がありまして、ちょっとまあ一部をね、紹介していこうと思うんですけど、まあもう今日一、ファンのね、期待感、歓声、熱量が、感じられた。はい、間違いないですね。竹下の豪快な動き、インパクトの強い攻撃と、後藤の耐える姿。現世代の意地と、技のね、引き出しに、引き込まれた試合とも言えると。はいはいはい。まあ、戦う前はね、総合力では竹下の勝利だろうと思っていたが、いやいや、まだまだ後藤の底力は凄まじく、説得力のありすぎる勝利とは恐れ入りましたと。双方とね、相手の技を受け切る技術も高く、真っ向からね、ぶつかり合う世代を超え、熱い戦いはね、これぞ G1 戦いと感じましたと。はい、もう大絶賛でございますね。はい。
他にもですね、この試合がね、メインを完全に食いましたねと。竹下の攻めをね、後藤が耐えつつ、回転や昇天回とオリジナル技を決め、そして GTR と10年前の強い後藤博樹を思い起こさせるような、内容でした。はい。まあ、ケイオス入りはね、難しいかもしれませんが、中村岡田の、道筋をね、辿っているのが竹下という構図も面白いですねと。はい。他にもですね、まあ、この試合がメインでも良かったと、その後のマイクアピールは、いつものねパターンになってしまうだろうけど、それでもね十分盛り上がれる試合内容だったと思うと、まあ、勝った後藤はね、当然良かったんだけど、対戦相手の竹下もねすごく良かったと。他にもですね、まあ、入場からねもう最高潮の盛り上がりで、最後まで熱い試合でしたと。まあ、この試合をね、メインにしないのかって思ったけど、メインだとね、後藤のマイク締めが予想されてしまうから、それを避けたのかと。これがね、まあ、実質的な、メインの試合というか、この夏一番熱い、試合でしたと。はい。もう非常にもう大絶賛ですね。はい。竹下がね、プロレスの良さを引き出していると。技の受け方、相手の力の引き出し方、盛り上げ方などと。後藤も素晴らしかったが、これはね、竹下のプロレスも素晴らしいと。まあ、勝ち負けではなく、プロレスをね、見せてもらいました。会場は盛り上がってましたね、と。はい。今年のね、ニュージャパンカップ決勝でも、殿に対する声援と歓声は半端なかったし、やっぱりね、ベテランにして、この期待感と熱量を生み出す力は、ここまでの歩みというか、生き様だよなと。まあ、竹下のね、ケイオス入りは面白いし、今後の世代闘争にもね、厚みが出るけど、まあ、さすがにね、3団体行き来しながら試合をやるのは、コンディション面等でも難しいわなと。まあ、確かにそうですよね。はいはいはい。個人的にね、今年の G1 のベストバウト、竹下絡みの試合は全部面白いが、会場の盛り上がりを含めてこれが一番。タイトルマッチでもいいような試合。本当にメインが、かわいそうだったぐらい。まあ、後藤史上でも屈指の、試合じゃないかなと。ほんともう一度トーナメントで当ててもいいぐらい。はい。もう大絶賛ですね。はい。で、まあ、最後にご紹介すると、なんで決まるかわからない緊張感があったねと。まあ、こういうね、熱いプロレスの試合が続くんであれば、またね、プロレス人気も復活するかもしれない。と思わせるいい試合でしたというふうに、まあ、基本的にもう皆さん大絶賛ですね。で、勝った後藤選手はまあ当然として、負けた竹下選手も、大絶賛されるという、本当に双方が、もう称賛される。本当に素晴らしい、絵に描いたような素晴らしい、試合だったかなっていうふうに、思いますね。はい。で、さらにね、これは面白いのが、その試合後に後藤選手が、まあ、竹下選手のことをね、ケイオスに、まあ、勧誘するんですよね。これ結構驚きですよね。はい。まあ、竹下選手ね、まあ、G1 でものすごくいい試合をね、ずーっとは見せてるんで、もちろんね、新日本継続参戦してほしいなってね、熱望される方もね、非常に多い。まあ、僕もその一人ではあるんですけど、まあ、でもやっぱね、ケイオスっていうか、まあ、その DDT とね、EW 所属なんで、3団体所属はきついんじゃないかなっていうふうに思ってる中、後藤選手がね、まさかの竹下選手をね、ケイオスに、勧誘したわけではあるんですよ。まあ、これが新日本プレスだよと、竹下幸之助、しっかり覚えとけてね、勝ち誇る一方で、まあ、でもね、あいつの心意気、しっかりとね、伝わったよと。まあ、これからね、どうしていくのか知らないけど、この新日本プレスにね、継続して参戦してくるなら、ケイオスに来るのはどうだと。俺はウェルカムだぜとね、竹下はまさかのね、ケイオス入りをね、進めていたと、いうことなんですけど、いや、これ本当にまさかではあるんですけど、まあ、確かにね、現在のケイオスって非常に深刻な人材不足なんですよね。まあ、中村選手いなくなって、まあ、岡田選手がいなくなったことによって2大トップがね、いなくなってしまったことによる、まあ、深刻な人材不足、さらに言うと、まあ、今こうね新世代をね、新世代交代とかね世代交代ってね、いうのが騒がれてますけど、まあ、ケイオスに関してはもう本当圧倒的な若手不足なんで、まあ、竹下選手本当に来てくださるんであれば非常に最適、もう若手でしかもリーダー狙えるぐらいの、まあ、逸材なんで非常に最適ではあるんですけど、まあちょっとね、その今後の動向がね、どうなのか非常に注目がね、集まるところかなっていうふうに思います。あと、まあ後藤選手がどれほどね、本気で勧誘してるのかちょっとわかんないんですけど、まあこれが何かをね、こう伏線になって次回にね、繋がっていけばいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。
そしてまあ最後にね、ちょっとまあ勝った後藤選手の凄さと、負けたね、竹下選手の凄さを語っていこうと思うんですけど、まずまあ勝った後藤選手ですよね。本当にね、凄かったです。めちゃめちゃ良かったし、もう会場の、応援というのをね、一身に背負ってましたので、やっぱ後藤選手の人気っていうのは凄まじいなっていうのを改めて、感じました。で、やっぱ最年長なんでどうしてもね、後藤選手に関しては、ちょっとまあ厳しい目線とかね、なんか逆にこう甘い目線でね、見られることが多いと思うんですけど、本当にもう非常に説得力がある、勝ち方をされてたんで、もう本当に後藤選手マジですごいなと思いましたね。あとやっぱ竹下選手の猛攻をね、ちゃんとこう全部耐えて、そこからね、自分の、持ってるオリジナルの技でね、決め切った後藤選手素晴らしいですね。本当に昇天会とかね、習い式解禁とかもいろんなオリジナル技を惜しみなく解禁して、さらにはね、竹下選手の容赦ない攻め、本当は人手なしパイルドライバーからの、じゃあまあまあさすがにもう終わったかなと思ったんですけど、まあそういう厳しい攻めもね、しっかりで全部受け切って耐え切った上で勝ってるんで、まあ本当に説得力がね、非常にすごい。なんかその勝たせてもらったとかいうそういうのじゃなくて、本当に自分の力で、勝ったんだなっていう説得力をね、非常に持たせられる、いい試合でしたね、本当に。うん。で、まあ、勝った後藤選手はそうなんですけど、この負けた竹下選手の評価っていうのも正直、全く落ちないなと思ってまして、まあ、基本的にこれまでの G1 の試合、全部竹下選手の試合って、まあ、高水準で非常に素晴らしい試合が、まあ、多いんですよね。で、しかもやっぱ相手の良さを、きっちり引き出した上で、自分のね、いいところも見せてるっていう、本当に一番理想な、プロレスの形というのができてる。っていうか、やっぱその、圧倒的なフィジカルとかね、身体能力があるからこそ、まあ、できることかなって思いますね、これが。で、まあ、気づけば正直、戦績で言うとね、3勝3敗とだいぶ渋いね、戦績になってきてはしまってはいるんですけど、まあ、でも竹下選手の評価はむしろね、上がり続けているという、本当はそのプロレスってね、他のスポーツと違って、やっぱ結果だけじゃないというね、負けたにしてもちゃんと内容さえ伴ってればむしろ評価は上がっていくっていうのが、これプロレスのまあ面白いところでもあるんで、まさに竹下選手はそれをね、体現してるかなっていうふうに思いますね。戦績はちょっと渋いんですけど、まあ B ブロックの中でも本当にもう評価はトップクラスに、高いんじゃないかなっていうふうには、思ってます。はい、というわけでね、今回まあ後藤が竹下に圧巻の勝利、試合後にはね、ケイオスに勧誘という話をしてきたんですけど、本当に非常にこれはね、いい試合でした。まあ後藤選手の意地も見れましたし、やっぱ竹下幸之助すげえなっていうのをね、改めて認識できたっていう、本当にね、非常に素晴らしいね、メイン、セミですね、セミかなっていうふうには、思いました。はい、というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。